デイビッド・デニス・ローは、アメリカ合衆国、オハイオ州、アクロン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB ・クリーブランド・インディアンス参加に所属。2013年8月2日2007年の MLB ドラフト11巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、6月13日に入団。2012年9月1日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビュー。1番。 不翼手でスタメン起用され5打数にアンダに打点を記録した。2013年は開幕をトリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎え5月17日にメジャー昇格した。2013年12月18日にダニー・バレンシアとのトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍。2014年3月11日にオリオールズと1年契約に合意した。この年は ガイアのサブプレイヤーとして112試合に出場し、シーズン通算での打率は247だったものの、後半戦だけを取ってみれば351という好調を見せていた。2015年8月14日にリーフとなった。8月23日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークタイズに配属された。9月24日に再びメジャー契約を結んで、 昇格した。最終的には84試合でプレーしたが、打率。201はキャリア最低の数値だった。守備では、左翼手と中堅手をメインに守り、特に左翼を守った49試合では、無失策、DRS プラス7と高い能力を発揮した。12月2日にノンテンダー FA となった。2016年1月25日に、フィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 開幕は、三カのトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで迎えたが、4月18日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。6月2日にリーフとなった後、40人枠を外れる形でトリプル A 級リーハイバレーへ配属された。8月22日に自由契約となった。2016年8月23日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル a 級ニューオーリンズ・ゼイファーズでプレーし、9試合に出場して打率。200点1打点の成績を残した。10月3日に FA となった。2017年2月8日にデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。開幕から参加のトリプル a 級トレド・マット・ヘンズでプレーしていたが、5月17日に自由契約となった。 2017年5月23日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級、コロンバス・クリッパーズへ配属された。マルブシタッツ、ありがとうございます。